ラジャハオウォシゴ日本から来たグラフィックデザイナーの高田裕です。今日はよろしくお願いいたします。えっと今日私が皆さんにお話ししたいテーマはこちらです。正面から見るか横から見るかそれとも下から見るか、えー、物事にはそうですねいろんな見え方ができると思っています。あの 一つの方向から見るということではなく、さまざまな角度から物事を見るということを今日はちょっとお話しできればと思います。なぜそういうような考え方を持つようになったかを少し説明させていただきます。僕はですね、高校受験に失敗をしました。そして夜間の定時制高校に通うことになりました。その学校では年齢がさまざまな人たち。 あるいは仕事をしながら学校に通うそういったいろんな境遇の人たちが集まってくる場所でしたで一般的な道から僕は外れてしまうことになるんですが外れた道でも僕はそういった状況を楽しむことができましたただ僕はバスケットボールを中学校からやっていてどうしてもみんなとバスケットボールをやりたかったので 編入学を希望して普通科に入学することにしましたその後僕は体育の教師になれたらいいなというふうに思い始めますしかし僕はまた大学受験を失敗してしまいます2度の失敗を重ねてさすがに自分の人生を真面目に考えなければと思い小さい頃から絵を描いたり漫画を描いたりすることが好きそして 父親がグラフィックデザインをしていたということもありデザインの道を志すことになりますそしてデザイン学校の桑沢デザイン研究所を受けるんですがこの学校の中間部の受験もまた失敗しますかろうじて夜間部の学部に入学することができましたでまた夜間の学校だったので昼間は時間を持て余していたのでアルバイト をしようと思いアルバイト先を見つけるように動きました。そこでと見つけたのが日本のグラフィックデザイン界の大御所田中一孝さんのデザイン室からアルバイトの募集があったことに気づきました。でと僕は運よくそこでアルバイトをすることができるようになりました。と僕があの田中一孝デザイン室でと一番いいなという風うに。 感銘を受けたのはみんなで朝コーヒーを飲んだりお昼ご飯を一緒に食べるいわゆる生活をデザイン事務所の中に持ち込んできていたその後田中一孝先生は亡くなられてしまいまして僕も専門学校を卒業することになりデザイン会社に就職をしましたデザイン会社に勤めて間もなくしてデザインをやっていた父親が倒れてしまいました 父親とデザインをすることは一つの目標になっていたので運よく父親も回復したので父親と僕と姉の3人でデザイン事務所を設立しましたこちらが独立した当初時間をかけて作っていた劇団のチラシたちです基本的に作業手を動かすのは僕と姉の2人そして父親はアドバイス まあ、ブレーンということで、えー、いろいろなアドバイスを、えー、口でいただいてましたその時の、えー、と一つのエピソードをお話しいたしますこれはその劇団のチラシで、えー、沖縄をテーマにした、えー、舞台のチラシですこのデザインをするにあたって、えー、沖縄らしい、えー、色彩を使ったりイラストを、えー、描きましたこのデザインを、えー、していて、えー、途中で父親に見せた時に言われたことがあります このチラシの中に米軍機を1つ1機を一入れなさいいそういう指示がありました沖縄の問題日本の問題として沖縄にはたくさん米軍基地が存在していますそういった社会問題を我々制作者側がもう少し考えるべきじゃないか思ってもいいんじゃないか提案してもいいんじゃないかそういったような思いを父は伝えたかったんだと思います。 分かりますか <laughs> 小さいですけどね <laughs> はいそしてもう一つのエピソードがありますこちら2011年に制作した展示会のポスターです2011年は日本では東日本大震災がありまた福島の原発事故が起こりましたそしてこの年に父親も亡くなってしまいます でこのポスターに込めた思いは実はこれは東北の形をさせていますだいぶ抽象化させてはしまいましたがそういった父に教えてもらったエピソードをこういうところで使うことにしましたやはりこの地震震災は精神的にもデザインにとってもどのように今後進めていけばいいのか途方に暮れた時がありました そういった時に少し心を救ってくれたのが街にあふれる天然のグラフィックプロのデザイナーが作ったデザインではないグラフィックに心を奪われるようになっていきますまずこちら矢矢矢印印印の中ににまた矢印ががああってさらにもう一個矢印がある、まあ、こういったことはグラフィックデザインを学んできたものにとっては発想ができない すごく自由なあ、えー、発想でした <laughs> 続いてこちらこれは、えー、すき焼き屋さんのお焼き方ですね炊き方のレシピですお店の人が一生懸命ソフトを覚えて使ってお客さんにわかるように一生懸命伝えようとするそういった様が、えー、この一枚から見受けられましたすごい伸びちゃってたりとかこういうところですねこういうところに 愛嬌を感じます、はい、続いてお店が、えー、移転してしまってもともときっとここにあったはずのお店が移転してしまって大変ですあのお客さんが来なくなってしまうのは大変なので、えー、赤いテープを使って自力でお客さんを間違えないようにちゃんと呼び込めるように示した、えー、手,で手作りの地図です。まあ、そういいった、えー、プロではない デザイン教育を受けていない人たちのこういった天然のグラフィックたちに僕はすごく心を奪われましたここにはまあ美しくしようとする姿勢はあまりないんですが人を混乱させないようにちゃんと導き出せるようにそういった気持ちの方が前面に立っていてそういうところに僕はグッときましたそれらの影響を受けて僕がクライアントワークとして 実践したのが、えー、3000人、えー、会員が所属するジャグダの新入会員に向けた、えー、ダイレクトメールのデザインです。で、こちらで実践したこと、色の衝突、そして変形した強制的に変形したタイポグラフィー、ーそしてわざと半ズレさせた、えー、印刷のズレ、そして違和感のある配置を。 えー、試みてみましたこれは、えー、と僕の古典のグラフィックです、えー、ここでも、えー、日本ではまああまりここまで多くはない美しいデザインが多い日本ではあまり、えー、やることのない違和感をたくさん入れ込みましたたくさんの謎ボケ、えー、た謎の写真そして下の2つは、えー、とグラフィックデザイナーと作家さんにお願いしたんですが 謎の、こういう塊。謎の、横顔。こういったことを、まあ、僕がワクワクしたいがために、作った。好奇心の塊のポスターです。なになになに、すごい。謎でしょ謎がいっぱいあるでしょ <laughs> <laughs> そして、えっ、ー、と、こちら。は、えっ、ー、と、アート。の展覧会なんですが。 9人のコレクターによる個人コレクションを集めた展覧会のためのポスターデザインですでここで実験したことは発信者側制作者側ですねが見る側に立って問いを自分たちに投げかけるそういったポスターを作りましたで日本ではまだアートやデザインが日常にそこまで馴染んでいないんですねそそれをそっちの 側に立って質問を主催者側まあ主催している側なんですがいくつかこれはアートですかどこで買うんですかそもそもなぜコレクションするのですかという素朴な疑問をポスターに使ってみました。そしてこちらは芸術美術美のポスターですで僕は普段視覚的になるべく印象に残したい。 そういったことを考えながらデザインをしています。こういったものすごい余白を設ける。あとはこれは4人のお4組のデザイナーのポスターの時なんですが、これは4組のうち1組が双子だったんですね。ここ双子。<laughs> はい。続いてこれは2017年のお日本の。 グラフィックの優秀作を集めた年間のデザインです若い会員がなかなか入ってこなくなってしまってたんですね若いデザイナーだったり学生に支持の高い人気のある平山正直さんのアートワークこちらの太陽の部分ですねこちらを描いていただきましたえっとまあ、見方によっては非常に稚拙に見えてしまう僕なりのこれは冒険をしたんですけれども なのであのいろんな3,000人が属しているグラフィックデザインの組織なので、まあ、こういった表現は一体どういうことなんだと、えー、物議を醸して賛否両論が巻き起こりましたそして次、えー、僕の大好きな画家ジジョルジョ・ルモランンディテンのポスターですで、えー、と彼の数ある作品の中から、えー、とモチーフが極端に左に寄った、えー、作品を選びました。 必要な情報展覧会の情報を僕は対抗して右側に詰め込みましたそして、えー、と余白の部分はモランディらしい色彩で、えー、埋めましたで、こういった、えー、デザインが少しずつ定着してきて僕の中で定着してきて日本のデザイン雑誌アイディアに特集していただくことができましたで、こういったエラーだったりバグと呼ばれる 基本的にはネガティブに捉えられてしまうようなことを今までの僕なりの美術感覚を少しプラスすることで面白い表現に到達するのではないかと思い今もデザインを続けています中国で個展をするチャンスが巡ってきましたで僕はここでも街中の面白いグラフィックを探し始めましたこれはまあ写真の上に文字を 強制的に乗っけてしまう。こちらは値段、まあ、人の大きさくらいあるんですかね、えー、値段をこんなに大きく表記してしまう強さでこれはプッシュ、押す、すす。マークのの、えー、過剰な装飾。このイラストもすごくグッときますあと、まあ、日本ではあんまり見なくなってしまったんですけれども発泡スチロールに、えー、そこら辺にある発泡スチロールですかねに値段を表記してしまおう と思った人がいる。こういった人々の行いにとっても、僕はグッときます。そしてこちら。なん <laughs> だかわかりますか。あ、もう。ありがとうございます。はい。<laughs> <laughs> あの。多分皆さんは。あの当たり前すぎて、こんなところは注目していなかったと思います。僕にとっては。 ここはもしかしたら中国らしい何かが隠れているんじゃないかと思い研究したところいろんなタイポグラフィーいろんな色印刷もいろいろありましたねレイアウトもそうすごく僕,て僕,僕としてはすごくこのデザインが魅力的に見えたんですちょっとデザインがうますぎたらしくってこれは本当に高田さんがデザインしたんですかって言われました。 でこちらが展覧会の様子です。で独立して10年以上経っていたので今までの広告ポスターフライヤーブックデザインパッケージデザインをなるべく多く展示いたしました。でここからは別の話なんですが僕は東京造形大学で教員をやっています。高田ゼミの取り組みを大きく分けて3つつ紹介いたしますますず1視点1 えー、抽出することこれは、えー、日本に売っているスポーツ新聞ですあんまり美しいとは言えませんただ、えー、と一部分を抽出トリミングすることで、えー、迫力のあるグラフィックがもしかしたら現れるんではないかと思い、えー、みんなで実際にゼミのみんなでやってみましたそれがこれらですどうでですすかか美しくないですか えとこれは、えー、とサイズとしてはすごく小さいんですけれどもセセンンンチチかけるほどのの大きさにトリミングしたものですでこちらが授業風景この時は横長にトリミングしていますがある時は三角にトリミングしたりもしましたでこちら、えー、日本の電車の中にでよく見かける、えー、週刊誌の中摺り広告ですこれもまあ美しいとはお世辞にも言えないんですが ある時ふとこの文字たちが全部なくなったらすごいきれいな色面が現れるんじゃないかというふうに妄想してえ実際ゼミのみんなで取り除いてみましたそれらがこれですどうでしょうかもう僕はものすごくまあ確信はしていたんですけれどもえ美しいことに改めて気がつきえすごく嬉しかったです続いて視点にえ発見することこちら 中国にはあるのかなあの日本ではよくあるんですけれども紙パックの底の底写真ですまあ消費者にはそれほど関係ないところで作っている側は一番油断しているところだと思うんですがこういった色玉がきれいだったりこういった幾何学の形が織り込まれることで予期せぬ形になってここも僕は美しいなっていうふうに思ったんですね。 これををみんんなででまたた模写をしたんですね、えー、フラットにしてこのぐらいの大きさですかねフラットにすることでこれも、えー、僕は美しいグラフィックだなというふうに思っていますこちらおそらく皆さんもよく知ってるかと思うんですがカップ麺の蓋でですす多分皆さんんこっち見ると思うんですよ僕が見てるのは実はこっちこの成分表に僕は注目をしました まあ非常に日本らしいというか規則正しく文字を決められた枠の中に収めるそういった行為に非常に僕は感動しましたでこれをじゃあみんなで模写をしようということで書かせました色も塗りながらこれができたものたちです薄く美しいと僕は思うんですけれどどうですかそうでもないこれとかはみ出ちゃった。 でここは文字がもう伸びちゃったりこういうエラーも含めて僕はすごく面白いなというふうに思ってますそしてこちら噛んだ後のガムですあの多分まじまじと見ることは多分皆さんもないと思うんですがえ捨てる前に「ちょっと待った」と「美しいじゃないか」ということを発見してみんなで撮影をしてみました惑星ののよよううなな宝石のような そういった美しいものにゴミなんですけれども、僕はそのように受け取ることができました。まああの口で作る彫刻というふうに僕僕たちは言っています。そして3つ目、えー、観察すること、えー。日本の飲食店はですね、どんどん禁煙化が進んでいて、それに伴い禁煙マークもたくさん増えていっています。これら、えー、をゼミのみんなで、えー、と分かれて SNS で 新しいのを見つけたら共有するそういうことをしていますで、集まるといろいろ違いというものが見えてきます例えばこういった煙の部分だったりタバコの角度車線の角度だったりさまざまなところでさまざまな人が禁煙のマークを作っているんだなということでそういったところに思いを馳せています まあこういったことを通して別の見方をすることでゼミ生の視点がもう少し広くなっていくことを僕は願っていますちょっと会社の話をさせていただきます僕が運営している会社はグラフィックデザインと印刷業をやっていますで彼東郷清丸君は活版印刷職人として雇いました実は彼はもともと音楽をやっていました である日、えー、彼が僕の会社に、えー、音楽レーベルを作りたたいと言ってきましたで僕はすごくいいアイディアだなっていうふうに思ってすごく喜びましたで普通はあ会社というものは、えー、会社があってそこに、えー、社員が入って合わせていくっていうのが通常だと思います僕たちの場合はまあ少人数ということもあるんで、えー、っと会社があってで人が入ってきてその人に やりたいことを合わせていくそういうスタイルを今実験的に実行して実行しています。実際に音楽レーベルを立ち上げて今世の中に2つのアルバムを送り出しています。<laughs> はい。まあこういった形で本人が発揮することを会社のみんなで応援していくそういった会社が世の中にもっと増えていくと面白い世の中になっていくんじゃないかな。 というふうに思って、今もみんなで力を合わせて冒険をしているところです。で彼は実は一個中国語のに訳した歌もあります。いつか披露できるといいですね。どなたか呼んでくださいね。でえっ、ー、と最後ですがえっ、ー、と僕たちが意識している仕事と生活をなじませるということをお話しします。 田中一行デザイン室でもそうだったようにみんなでお昼をご飯を食べるということをとても大切にしていますそういった時間を設けることで今のみんなの状況を把握したり繊細に会話をすることで今こういう気分なんだなというようなことを感じる時間とても大切な時間になっていますそして季節の食材を食べる そそうううういいいった些細ななととこころににもも反応でできるようにみんなでそういうことも共有していますで、えっと、最後今日僕が皆さんに伝えたいことを簡単にまとめてきました誰も見ていないようなところも観察してみる自分が良いと思うことを信じてみるそして自分のいいところ悪いところを自覚してそれを生かすそして足元にあるちょっとした幸せに気付けるように発見できるようになる違う人違う文化 違う考え方を受け止めて思い考えること本当の豊かさとはものではなく心や思考を豊かにしていく行為そのものだと思っていますこれら全ての行為こそデザインだと僕は思っていますでそらく皆さんの周りにもまだまだ隠れた面白いこと美しいことが隠れているはずです是非それを皆さん探してみてくださいありがとうございました